スワード半島はアメリカ合衆国アラスカ州の西部にある大きな半島。北極圏のすぐ南側にあり、北アメリカ大陸から西へ長さ3 2 0トルにわたって伸び、ベーリング海峡の最も狭い部分をなす。半島の幅は1 4 5トルから2 2 5トルほど。北岸は熟地海に、南岸はベーリング海に面しており、半島の北には コツビュー湾が半島の南にはノートン湾がある。半島の先端はアメリカ大陸の西端でもあるプリンス・オブ・ウェールズ岬で8 4トル先にはロシアのチュクチュ半島のデジニョフ岬がある。半島の名は1867年にロシアからアラスカを購入した当時の国務長官ウィリアム・スワードの名にちなむ。ノームの港スワード半島には エスキモーのイヌピアト族が住む。人口3,508人のノームをはじめ、シシュマレフ、バックランド、コユク、ブレビグミッションなどの町が点在する。また、鉱山の村もいくつか点在するが、これらは地元の人々が訪れるだけで通年の住民はいない。また、アメリカ沿岸警備隊のロラン局が半島先端のポートクラレンスにある。 イムルクコとキグルアイク山脈半島北岸にはさすが、津らなり、火山地形が多い。半島南部には切り立った山地がいくつか、津らなり氷河もある。スワード半島には氷河地形が残るほか、火山活動の跡も多い。半島北部のデビルマウンテンレイクスは2万千年、前に水蒸気爆発が地下で起こった結果生じた、火山湖で世界最大のマールである。 また同じく半島北部のキレアク古群やホワイトフィッシュ湖も大きなマールである。ベイリング地境自然保護区に228平方キロメートルにわたり、広がる千年から2000年前の溶岩流の跡である、ロストジム溶岩流、サンアッペンタイン温泉群やピルグリム温泉群など、半島全域に点在する温泉も火山活動の証拠である。半島の南側には4つの産地が伸びている。 最もはっきりした産地は、東西 70km ほどの長さのキグルアイク山脈で 1437m のオズボーン山が最高峰となっている。この山脈には活発な氷河もある。他の山脈は、ベンデレービン山脈、ダービー山脈、ヨーク山脈である。ロストジム洋岩流付近からはいくつかの川が流れる。南東に流れ、ノートン湾に入る、 半島最長の小行く川、大きな関湖イムルクベースにへ流れ、ベーリング海峡に注ぐクジトリン川、その他多くの川が半島を流れる。これらの川は、エスキモーの暮らしにとって、重要な役割を果たしていた。船を浮かべて、海や山へ行く交通路であり、釣り明かりの場でもあった。これらの川は大きくはないが、年中を通して、水が流れ、鮭、グレーリング、ノーザンパイク、 ホワイトフィッシュ、バーボットなどが住む。また10月半ばから5月半ばまで凍結する。一帯はツンドラで草原が広がるほか若干の黒頭皮が生えているが、アラスカはじめ北米に多い黒頭皮の西の限界になっている。スワード半島は、更新予の表記、シベリアとアラスカをつないでいた幅1 6 0 0トルほどの陸地であるベーリング地境の一部だった。この時期、 多くの動物や植物、そして人類がユーラシア大陸からアメリカ大陸へ渡った。半島各地での考古学調査では、エスキモーのイヌピアト族が数千年前からこの地に住んでいたことを示す遺物が発掘されている。また、ベイリング地境自然保護区内では、トレイルクリーク洞窟やエスペンベルグ岬で8500年以上、前の石器などが見つかり、ノートン湾の東に面した。 デンビー・岬でも石器類が発見された。これらから、スワード半島周辺のベイリング地を人類が東へ渡っていった時期などが推定できる。1896年のカナダの有根巡州でのゴールドラッシュに刺激を受け、当時のアメリカ領アラスカ地区でも、近郊探しが熱を帯びた。1898年にはノームで近郊が発見され、スワード半島でもゴールドラッシュが起こり、 町は爆発的に成長しいくつかの鉄道も建設されたが、やがて近郊厚木鉄道などは放棄された。ありがとうございます。